お願いします。どうぞ。さあ本日日曜日午後1のモニターお集まりいただいてありがとうございます。さあ今日はガチエンジョイ明けずにミックスでやっております。いきなりのチャンス決めてきた。ゴール決めたチームはハーフウェイラインまで下がってもらったらスタートします。どうぞ。さあ先制24秒で決めてきた1番チーム、黄色チーム、中ディフェンス、ゴールキープ、中央プレッシャーかける。さあここはプレッシャーかけて右サイド、中ターンする、ドリブル、3対2の状況、シュー赤ボールでいきましょう。サイドからお願いします。どうぞ。中中央右サイドから、さあパスをつないでいけるか。グドグド、チャンス、中からシュート、しっかりと爪も押し上げております。赤チーム、キルボール、さあキルチーム縦をつなぐ、ボールキープ、いいからディフェンス体入れた、プレインプレイ、高い位置落とす、ここディフェンス絞りました。さあもう一度、ここ奪いはチャンスだが、かわす、いいから中、ディフェンスよく守った、この後中央、ここは黄色チームキープ、間使ってワンツー、さあ左から中落としてシュートブロック。さあもう一度赤チームは我慢の時間、中央入ってくる、入ってくる、そのまま行きます。キーパーからリスタートお願いします。次キーパー変わりますね。次のタイミングでキーパー変わります。右サイド、体格入れる、ボールキープ、倒してチャンスシュート、ーキーパー変わります、キーパー変わります、いいシュート、ニアサイド上はなかなか取れないです。行きます、どうぞ。1対1です。さあこれで同点に追いついた赤チーム勢いに乗れるか。さあ黄色チーム、ここはコートを広く使って攻めようというところ、右サイドから、さあ相手の出方がかかっている、間を使った、左サイドフリーになってる、シュートがいった、キーはよく読んでた、黄色ボール、サイド縦ディフェンス、ここがキープ、中からこれはキックフェイント、よく止めた。さあ中央、ボールキープ、左から縦を狙うが、ここはゴールライン、いいボールです、キルボール、さあ左サイド、しっかりとフェイント使って右サイドフリー、さあ運ぶ、中の折り返し、決まれれれ、ここはカバーリング、ナイスディフェンス。さあもう一度攻めるキルチーム、止めた、止めます、止めます、赤ボールです、赤ボールです、いきます、いいとこ、探し、ボールキープ、みんな預ける、作動する、左に開いた、左から中、さあここで取れるチャンスとなるが、黄色チームはキープ、中を使う、ディフェンス寄せる、ナイスディフェンス、キーパー交代お願いします、キーパー交代お願いします。3番目の方です、おはようございます、おはようございます、どうぞ。4分経過です、あと2分、中ディフェンスプレッシャーかける、今のはローファール、中キープ、ドリブル運ぶ、ボールキープ、右サイド狭いとこ入ってくる、ディフェンスよく止めた。さあその後こぼれ球、赤が拾う、中へのボール、ここはキルチーム、もう一度右サイド、壁からシュート、ワンタッチ、コーナーキックいきます、コーナーキックいきます、ありがとうございます、よく守りましたディフェンス、しっかり触っております、キルボール、チャンス、さあ赤チームのカウンター、右サイドからドリブル、裏も1枚シュート狙うが、この後はアウト、コーナーキックいきます。5分経過ですね、あと1分、あと1分、
その前行きます。赤ボール。さあ黄色チーム連戦ですからね、次連戦になりますんで、さあちょっと体力温存しておきたいというところでしょうか。インサイドから仕掛ける、中うまく奪った黄色チーム、よく当てた、カウンターを止めた赤ボール。さあ左から縦溜める、ポリキーブ、ここはフェイント、中に預けるキープ、さあどこ使ってくるか、ディフェンスはしっかりついているぞ、中落とさない、ポリキーブ入ってくるか、いいかな、ワンツー、ここディフェンス、ラストプレー、ラストプレーです。さあ赤チーム、ここはゆっくり攻める、中からディフェンス、キーパー出る、ナイスキーパー、いいポジショニング、中から気合をつける、気合をつける、シュート外、ほー惜しい。さあ行きましょう、今度は黄色チーム対ビブナシ。さあビブナシチームはキーパー交代なし、ちょっと体力的に大丈夫かというところ、中央収まる、右サイド使った、上を通すが、ここはディフェンス。さあルーズボール、押さえたのはビブナシチーム、右に振ってドリブル、黄色で行きます、黄色で行きます。さあ早いリスト、ここは入れ替わる。さあ黄色チーム連戦、体力の方はどうか、右サイドボールキープ、入ってくる、中からシュートブロック、さあ一旦預ける、左サイドから、さあ中も伺うが、ここはボールキープ、タイミングを伺っている、いいから間ドリブル入ってくる、ボールキープ、左に流して中ファーサイド、惜しい、いい崩しです、攻め方素晴らしい、パスワーク、中右からキーパーからいきます、黄色ボール、どうぞ、ロングフィードいきなり来た、やばい、あれちょっと僕も油断しておりました、黄色ボール、黄色ボール、な縦ディフェンス、ディフェンス、ここが分厚い、ナイスカット、イムナシーム左を走らせるが、ここはディフェンス、体を入れました、黄色ボール、次黄色チームキーパー変わります。さあ黄色チーム中央から、ここはゆっくりと押し上げる、ディフェンスしっかりと弾いた、上を狙う、キーパー変わります、黄色チームキーパー変わります、5番目の方ですかね、はい、お願いします、どうぞ、さて右サイド、中ドリブル入ってくる、ここがディフェンス、カバーリング、この辺は連携プレー、な高い位置ターンする、ここがディフェンス、体入れた、グッド、さあここはパスワークでかわしていけるか、右サイドから間チャンス、ディフェンス、ここはボリキープ、2人に囲め、2人に囲め、取った、シュートブロック、もう一発、味方黄色ボール、黄色ボール、さあいい攻防ですね、黄色対ビブナシチーム、ここはキープ、高い位置も狙っているが、ここは足元しっかりつないでくる、中へのボール、カウンターはちょっと強い、今日はピッチ滑りやすくてボールが走りますね、惜しい、黄色ボール、まもなく3分です、まもなく3分です、さあロングフィード走らせる、絶妙な力加減ですね、中を襲う、ビブナシーム、ここも取った、中ディフェンス粘る、 OK、 さあそういうの押し込んでるのは黄色チーム、ラインギア、ボールキープ、まだキープ、ディフェンスついてる、ディフェンスついてる、取った、さあ1対1正面、ここはディフェンス、ビブナシボール、さあヘリスタート、中から右落として中、ここはファーストワークしっかりつないでくる、ナイスアンダーシュート丸、間惜しい、キーパーからいきます、次黄色チームキーパー変わります、お願いします、どうぞ、さあ右サイド、ここはファーストワ
ーク、ちょっと見られた。中フリーになってる。シュートー、決めた。キーパー変わります。キーパー1番目に戻ります。戻ります。どうぞ。先制、ビブナチーム。さあ黄色チーム、やり返していけるか。ここは連戦、体力的に厳しいところ。左サイドからディフェンスしっかりついてる。ここはリーチの長さ生かしてボールはキープ。ビブナシボール。なんかターンする。ドリブル、ディフェンス、よく取った。なんか左間、ビブナシボールです。リバースローから一気に前線。ここはキーパー、いい判断。キルチーム左中にあふれ、シュートを狙ってくるか。キーパーのビブナシン、いいシュートでした。右サイド中央中、こぼれたボール、黄色が抑える。中、ここはボールキープ。中央からさあどこに振ってくるか。間ターンする、ディフェンス、いい飛び出し、ボールキープ。ここは黄色ボールでいきます。黄色ボールです。ラストワンプレーですね。ラストワンプレーいきましょう。さあ1点取れば同点。黄色チーム中、落として左から縦中、間、ディフェンス、読みが鋭い黄色チーム。それで真ん中奪った。中央、さあキーパーで第一シュート狙うが、キーパーのここはしっかり止めていきました。さあドリブル、ドリブル生かせるか。ここがディフェンス、よく止めた。中、ワンツー、綺麗に通る。さあ2対1の状況、シュートも狙うが、右サイド中落としてシュート、ほほー、追加点、よく崩した。さあ行きましょう、第2ゲームです。両チームとも第2ゲーム、中央しっかり絞った。いきなり長いパス交換。さあ赤が抜け出すか、シュート、ここはしっかり反応。ボールキープ、一旦戻す、乗る、中、ワーダチ、ここはキープ、うまい。さあ右へ展開、ボールキープ、中央、さあどこついてくるか。ここは貯める、中、パスワークが前、ビブナシーム。これは3チーム随一か。落として中、ここは赤チーム、よく守った。ここは落ち着いてました。左サイド中、ナイスキー、惜しい。赤ボール、赤ボールでリスタートです。しっかり残ってたビブナシーム。さあカーボール、風が強くなってきたんでボールコントロールが難しいな。中央から、さあしっかり貯める、中央、ワンツー、シュート、キーパー反応、よく止めた、ナイスキー。さあパスワークが速いビブナシーム、右サイドから中、さあカウンター、赤チーム押し上げられるか。中央からブリブリ、ここはディフェンスよく止めた。オーサイドフリーシュート、ナイスキーパー、ワンタッチ、よく止めた赤チーム。次キーパー変わります。中ドリブル、ドリブル、これもキーパー。さあ赤チーム、ここは大事につないでいけるか。右サイド、赤チームキーパー変わります。おはようございます。さあカウンターは鋭い赤チーム。左サイド中、ワンツー、ディフェンス、ここはしっかりと読んでた。シュート、決めてきました、ビブナシーム先生。さあそれでもしっかり守れてる赤チーム。今のは味方同士ポジションかぶっただけですね。切り替えていきましょう。さあカボル、中央ドリブル入っていけるか。左を使った、中、もう一度作り直す。さあ中から右、これはミスキック。さあドリブル、ドリブルからシュート、この後 OK、 ここは守った。
いいかな、中こぼれたボール、もう一度赤、いいかな、中、ここはディフェンス、赤ボール、赤ボール、まもなく3分ですね、まもなく3分です。赤チームどうぞ、さあ1点ビハインド、まずは早めに返しておきたい。さあ中、左をフリー、さあどこを使ってくるか、逆サイドもフリー、いいパスワーク、さあパー呼んでるか、ここはディフェンス、惜しい、ビブなしボール、ビブなしボール、な中央ディフェンスよく触った、さあこの後ターンする、ディフェンス、ここはしっかりとブロック、パスワークワンツー、さあ左抜け出してきた、シュート、うまーい、うまー、今のはいかれました、そのままキーパー行きます、次のタイミングで変わります、2対0お願いします、どうぞ、さあ行きましょう、リスタート、赤チームキーパー変わります、赤チームキーパー変わります、ありがとうございます、どうぞ、さあ2対0、赤チームは高めのディフェンスで奪おうというところか、ここはファーストワークしっかりとマークを外しにかかる、ビブナチーム裏を狙う、天井プレーオンです、そのまま行きます、さあ高い位置、左下へ仕掛ける、中ディフェンスしっかりついてる、ここはボールキープ、しっかりとファースワーク、右サイドから中央待ってるか、ボールキープ、中入ってくる、入ってくる、シュート、キーパー足残した、ここもブロック、赤ボール、いい攻撃です、さあ押し込んでる赤チーム、さあここで1点奪えるか、まもなく5分です、ナイスです、左サイド滑るか、ここはなんとか踏みとどまって、ビブナチームボールキープ、ここも滑った、さあ滑りやすいので気をつけてください、特にこっちの奥のサイドかなり危険です、中右サイド、中シュート狙うが、キーパー、キーパー、オッケー、赤チーム、赤チーム、さあ右サイド立て、中ここはビブナチームしっかりと高い位置でボール奪っております、ビブナシボール、さあ行きましょう、キーパー使う、ビブナシーム、今度は右から、右から入ってくるか、中央左サイド、オールキープ、ドリブル入ってくる、縦使った、中ディフェンス、さあカウンター、赤チーム押し上げられる、さあ逆サイド使うか、中央、ここは繋がらず、右サイド落としてシュート、キーパー押しの中、緩急つける、ディフェンスまた、ラストワンプレーいきましょう、ラストワンプレーいきましょう、お願いします、どうぞ、いやーナイスショー、ここで決めてきた、3対0、ビブナシチーム強いな、お願いします、どうぞ、さあ第3ゲームここはいきなりのチャンス、黄色チームディフェンスしっかり止めた、自分のミスキック逆サイド、すげえボールが来た、逆サイド黄色ボール、さあ右サイド、ここはしっかり溜める、相手を引きつけて後ろから左、もう一度リターンをもらう、逆サイド押し上げてるが、裏上を狙った、危ない、キーパー、ここは逆を突かれたか、赤ボール、さあ勝ち、中から真ん中フリー、ボールキープ、右サイド、逆サイドへ展開、ディフェンス、これはキープうまい、右から緩急をつける、裏を狙えるか、ディフェンスよく狙った、上通せ、へっ、ここはボールキープ、シュート、外、惜しい、黄色ボールスタートです、どうぞ、さあ真ん中から右サイド、右サイドしっかり寄せて、ディフェンスも狙っている、中央からボール、
ここはディフェンス間決まれてる決まれてる、ここは守りたい、強いボールキープ、キーパーここは粘れるか粘れるか、キープ力まだある。さあまだ黄色チームのチャンス、ボールキーパー足元うまい、左から中シュート外した外した、あそこまで行って外れた。さあまだあるまだある、ここが決めシュートブロック、やばいこれは相手に渡る、ナイスキーパー、サッカーチーム頑張って、さあキーパースローから一気に前線シュート、ボストボストまたボスト、両チームここは決めきれず、いやーコントやってるみたいですね。いきます、次キーパー変わりますよ、次キーパー変わります、いやー素晴らしい攻防でした。中右サイド中ボーリキー、ここがディフェンスバックバッター、止めます止めます、キーパー交代します、キーパー交代します、ありがとうございます、いきます、そこからいきます、どうぞ。さあまだ0対0、両チーム見せ場作ったがまだスコアレスです。ナイスキーパー、サーカーチームどうする、ここはしっかり貯める、左サイドから間を使う、右サイドはつながらず、黄色ボールいきます、どうぞ、黄色チーム中前で奪った、さあもう一度左から右へ預けてシュート、ここがキーパー反応、さあここは近い位置味方に預けた、さあ右サイド数的優位は黄色チーム、これはチャンス、中ディフェンス、ここはブロックシュート、コーナーキックですね、コーナーキックですね、おはようございます、いきます、中キーパーのもう一度お願いします、ニアサイド間まだある、古賀が守れるか、守った、ナイスディフェンスです、なんとか守った赤チーム、さあしのいだ、次キーパー変わります、次キーパー変わります、ボールキープ緩急つける緩急つける、中ディフェンス、ここは奪った、さあキーパーを使う、イサイドイーチ赤チーム、さあここ渡るか、中央キーパーの入れ足、キーパーの入れ足決めたーキーパー変わります、キーパー変わります、さあ守った赤チーム先制、1対0です。さあ先に均衡破ったのは赤チーム、さあここは黄色チーム巻き返していけるか、中央から左サイドディフェンスうまく奪った、右サイド走らせる走らせる、ライン際ここは通った、ワンタッチ取って高い位置からリスタート、ここはうまいですね、ファーサイドターンする、赤中ディフェンス、そのままいきます、右サイド、さあファーサイド押し上げるがディフェンス、ナイス対応、ここはしっかりとプレーを切ってきた、早いリスタート奪った、さあチャンス赤チーム押し上げる、左からボールキープ中安心シュートブロック、さあもう一度左サイド、ここはつながらず、ラストワンプレーですね、ラストワンプレー赤チーム1点リード、さあキルチーム同点まで持っていけるか、左サイド走らせる、中から高い位置、さあチャンス、とどめられるか、シュートー決めたー、ここで決めたー、お願いします、いきなり打つか、ここは左から、さあ押し上げて左サイド、早めに1点取っておきたい、黄色チーム第1中左、ここはボールキープ、パスワークうまいっすよ、ビブナシームは、さあここは体入れてボールキープ、左サイド中
ここは連動しているビブナシン。さあ右サイド、ファーサイド、さあ取った、残ってる、一人残ってる、黄色チームのチャンス、ディフェンス早い。さあここは生かすな、中からナイスアンダーキーファーから行きます。さあここは守ってきた黄色チーム、さあキーパーからスタート、右サイド、中ボールキープ、生まれたピンチ、ナイス、ここは先制、ビブナスチーム、ここはうまく決めてきました。ここからいきます、どうぞ。さあ先制だが黄色チームの攻撃力も抜群、中央から真ん中ボールキープ、2人に阻まれてるがここはキープ力ある黄色チーム、僕がめっちゃかぶった、すいません、やべえ、いきます、次黄色チームキーパー変わります。さあ入ってくる、ドリブル、ボールキープ、裏トス、右サイド落としてシュートブロック、さあその後前でか、ボールキープ、ボールキープ、そのままいきます。さあここは黄色チームなんとかボールを死守、もう一度作り直す。さあ左サイドからどうするか、中央預けたところ、なんかディフェンス寄せが早い、一旦止めます、一旦止めます。さあ行きましょう、ちょっと接触プレーありましたが一旦インターバル取って、さあリスタート、ここはビブナシン前向く、さあここは緩急つける、逆サイドは出せない、ドリブル自ら行った、さあ右からもう一度、ここは緩急つける、左サイドからクロス、胸トラップ、ここはディフェンス、ナイスボール、さあ逆サイドも走っている、また抜いて、抜いた、インサイドからシュート外、シュート、ビブナシボールです、お願いします、どうぞ、左サイド、中、左、パスワーク、ディフェンスよく戻ってる、さあ滑りやすいピッチ、ここは難しい、中左預けたところ、預けたところ、ドリブル入ってくる、中落とす、取った、さあ黄色チームチャンスもあるか、右サイドから、右サイドからボールキープ、グッド、中ドリブル突破、中コーナーキックです、コーナーキックお願いします、さあここで同点に追いつけるか黄色チーム、さあ一軍のチャンス、ファーサイドキーパーキャッチ、さあビブナッシュボール、右サイドから、さあビブナッシュチームのチャンス、左から中、ここ足を取られた黄色チーム、カウンターなるか、今度はディフェンスしっかり寄せる、ボールキープ、右から中、ライン際ディフェンス、ここはうまく収めた、次黄色チームキーパー変わります、キーパー交代お願いします、黄色チームキーパー交代です、黄色チームキーパー交代です、はい、コーナーキックお願いします、どうぞ、パス通る、さあどうする、シュート狙うがここは外、ビブナシチームお願いします、どうぞ、中、長いボール、ここはタッチライン、黄色ボールリスタート、さあ黄色チーム早めに1点返しておきたいところ、中央から動き回る、真ん中に預ける、さあ右サイド、中央、中からボールキープ、左、右、シュート狙える距離、中、ナイスディフェンス、ここがさあ逆サイド待ってるが、ボールキープ、両サイド押し上げる、左サイドから一旦止まった、ボールキープ、中央マナル、中央、左、さあ押し込みたい、シュートも狙える距離だが、ここはディフェンスしっかりついている、さあ左サイド足でずらして、さあこの後シュートレンジに入っていきたいが、ディフェンス硬いっすね、ビブナシボールです、
ラストワンプレーですかね。ラストワンプレーでいきます。お願いします。さあ、これがトータリーナチーム完全勝利になるか。中中、さあここは守って同点に追いつきたい黄色チーム。縦へのボールがつながった。中インプレーシュート決めた。同点終了です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、お願いします。どうぞ。さあ第4ゲーム、今度赤チームしっかりと崩してまずは先制点狙っていきたいところ。様だからこの辺は緩急つけるタッチライン際押し。ここはしっかり仲間も反応しております。ビブなしボール中ボールキープ、右サイドしっかりつながるボールキープ。さあ真ん中から裏も狙っているが、ここはボールキープ、相手を引きつける。右サイドディフェンス高市。さあボールキープ中央から中ボールキープ、この辺はナイスタッチ、いいからシュート狙ってくる。いいっすね、いい距離感です。さあビブなしボールリスタート。さあ中央左サイド、もう一度中右深い位置、この辺はパスワーク、中なんとか守った。さあもう一度右サイドドリブル中央ブロック、もう一発、ここは外。さあ勝ち、守った中左中ビブなしボール。さあここは赤チーム我慢の時間、ビブなしチームよく触った中央。さあビブなしボールリスタート、どうぞ。これもアウト、キーパーからいきます。次ボール蹴ったら赤チームはキーパー交代お願いします。どうぞ。まだ0対0ですね。裏も狙っているか。ここは右サイドワンツーでかす、右から立ち合い、キーパー変わります。キーパー変わります、当てます、お願いします。ディフェンスからシュート、こぼれ球、もう一発ブロック、まだ入ってくる、まだ入ってくる、シュート、ここは決めた。さあビブナシーム強いっすね、攻撃力あります。それではまだ1点差、行きましょう。どうぞ。さあ右サイド中央戻す、左から、さあこの辺はファーストワークでしっかりと押し上げた。さあここから入っていきたいところ、あいだ中インプレー中央出れる、キーパーで出る、かせるか、ここはディフェンス。さあボールキープ、ボールキープ中に入ってくる、惜しい。さあビブナシチームのカウンター、これはまずい、シュート中へのボール、惜しい、行きます、行きます、赤ボール、よく守った赤チームのディフェンス。3分経過ですね、3分経過、強右から縦中左中に運ぶ、シュートいけるか、ここは2人で挟んでる、中へのボール、ナイスディフェンス。さあビブナッシンコーナーのチャンス、中ディフェンスしっかり読んだ。さあこの後ドリブル入ってくる、浮かしたボール右サイドから中は固める、ここはポスト、よく守ってる赤チーム、硬いですねディフェンス。赤ボール中左、さあここは危ないところ、ボールキープ縦、ここはディフェンスうまくバッター、中央右サイド走らせる、惜しい、キーパー変わります。赤チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。行きましょう赤チーム、さあ同点追いつけるか、右から左、ここは立ち合いビブなしボール、
さあ中ボールキープ、ここはボールキープ、ディフェンスしっかりする。さあそれでもキープ力あるビブナッシーム、対角入れるか、ここはブロック、もう一度左、ナイスディフェンス、ビブナッシーボール当てます。中上を通すが、ここはコーナーキックですね、コーナーキックお願いします。中やばいやばい、ここがディフェンス、よく回った、中高石シュートキーパー、ディフェンス力は高い赤チーム。さあここはしのげるか、なんか攻撃力のビブナシーム、ディフェンスの赤チーム。さあここはせめぎ合い、中央キーパーもしっかり使う、ビブナシーム左サイド、上右から中、逆サイドいない、さあ赤チームのカウンターなるか、中央ここは繋がらず、ラストワンプレーお願いします。ラストワンプレー、ビブナシーム1点リードです。右サイド縦ボールキープ、ボールキープ、入ってくる、入るか、ドリブル、ここ一旦預ける。さあ赤チームは大事に繋いでいきたいところ、左サイドからレンギョン、ボールキープ、さあ中ゴール、ゴール行きたいところ、中央からパワープレー、さあ5人1回しっかり上げている、左サイドからいだ、はー MVP 発表します、 MVP 発表します。